ウジェニー・ネボアイエは、フランスの作家、ジャーナリスト、翻訳家、社会主義フェミニストである。1848年の2月革命によって、成立した臨時政府の下で女性の自由と権利のために戦った、1848年の女性たちの中心人物として、この運動の帰還し、女性の声を、相関、取材した。 ウジェニー・ニボワイエは1796年9月11日、薬剤師ジョル・ジュルイ・イムーションとマルグリット・ガルラド・ベーズの子、ウジェニー・ムーションとして、モンペリエに生まれた。ジュネーブ共和国生まれの父方の祖父、ピエール・ムーションは、バーゼルのフランス教会牧師で、ディドロとナランベールの百科全書の項目を分類し、創作員を作成した文筆家として知られる。 ムーション一家はプロテスタントでボナパルティストであった。一家にリオンに越し、ウジェニーはここでモンテリマールの弁護士で同じくプロテスタントのポール・ルイ・ニボワイエに出会い、1822年10月8日に結婚。1825年に息子のジャン・アレクサンドル・ポーランが生まれた。ポーランの子ジャン・ポーラン・ニボワイエは国際司法専門の著名な法学者である。 1825年に、一家は、マコンに越し、夫ポール・ルイは1830年の7月革命の、あと、県会議員に選出された。1829年、ニボワイエは、夫と共に三指紋主義に入信し、1831年に、バルテルミ・プロスペル・アン・ファンタン恐怖により、女性の異界制度に組み入れられた。同年8月に、パリ12の区ごとに、医師、 男性、女性指導員をそれぞれ一人ずつ配置し、三指紋主義労働者に対する教育が行われるようになると、ニボワイエはパリ4区五区の女性指導員に任命された。さらに翌月にはパリ2区に設立された労働者アソシアシオンの家の管理を任せられた。同年11月に三指紋教が二人の最高指導者3イコールタマンバザール教父と、 アンファンタン恐怖の意見対立によって分裂すると多くの三モン共戦教師らが離脱しその一部はフーリーエ主義に転向。ニボアイエも後に自由な女性が身を相関することになるデジレゲー、ジャンヌ・ドロアンラ、そして夫と共にフーリーエ主義に転向した。ニボアイエ一家は間もなくリヨンに戻りフーリエ主義の活動に参加する一方、1833年11月に 労働者と女性の教育を目的とした週刊新聞、女性の助言者を創刊した。編集委員は、妹のアリーヌ・ムーションのほかほとんどが女性で、定期購読料は10フランと比較的安価であった。ニボワエは発刊の主意について、女性向けの新聞は、極めて少なく、女性の教育に関する法律すら存在しないが、女性が教育を受けることは平和に資することであり、 特に女性向上労働者が多いリオンでは、労働条件の改善のために情報を得る必要があると説明している。ニボアイエ自身、廃管までの10ヶ月の間に、主に教育に関する約60の記事を執筆し、犯罪の原因の一つである無知との戦いのための、教育の必要性や労働者階級の女性の道徳教家の必要性を訴えるとともに、ブルジョア・サハの女性たちにこうした、 社会改革推進のための支援を求めた。さらに、売春防止のための貧困対策、都市衛生、貧困家庭の子供の無償教育の提案から、読み書きの訓練法、衛生、食事、育児、家計等に関する助言などの実用的な情報まで、さらには、リオンの文化、芸術情報や、マルスリーヌ・でボルドバルモール、 アナイスセガラ、メラニー・ワルドールらの女性詩人の詩などを掲載した。リオン・ギヌオリモノコの法規軍による弾圧、オノレド・オミレ作、トランスの難外1834年には、同市で無償の女性教育講座、アテネ・デファムの設立を発表した。市民図書館を備えた教育機関であり、教員資格のある女性が、基本的な文法、朗読法、 発生法などから専門性の高い社会科学、経済学、教育、歴史、文学、倫理までを担当したが、1834年4月に起きた絹織物工の放棄により並行を余儀なくされたようである。リオンの労働者が軍隊により弾圧、虐殺されたこの事件の影響は他の都市にも及び、パリでは己同儀への石板画で知られる。 トランスの難外の虐殺も起こっている。ニボワイエは、リオン放棄の直後に発表した15ページ程度の著書、リオン事件の経緯で、これは、急暴特能及び、耐えがたい貧困が、引き金となった、武装放棄であり、真の原因は結社を禁止する法律にあると、放棄を支持する立場を取り、重要なのは賃上げより、むしろ、産業結社の原則の確率であるとした。 さらに、社会悪を是正するためには、フーリーエ主義の原則に則っ,った、労働の組織化が必要であると確信していた、ニボアイエは、作業着を着ている者を皆殺しにするような暴力的な弾圧を非難し、不傷兵のみならず、事件の前犠牲者への支援が必要であると訴え、実際、女性の助言者が身の寄稿者らと共にたびたびペラーシュ、留置所を訪れ、 拘束された労働者に面会を求めている。ニボワイエは女性の助言者紙廃刊直後の1834年10月に文芸新聞リヨン雑文集を創刊したが週2回発行のこの新聞の執筆人はほとんどが男性でニボワイエは演劇欄に執筆するのみであったがわずか4ヶ月で廃刊になった。パリに戻ったニボワイエはシュタトゥール・フェミガン ガゼットでファムなどの女性誌に執筆する傍ら、奴隷制廃止運動などの社会改革運動を推進するキリスト共同特協会に加入し、同協会の検証論文に応募して、賞金を3回獲得した。死刑廃止の必要性について、盲人、盲教育、フランスにおける監獄制度改革という3本の論文であり、1836年から38年に、 かけて出版された。ニボワイエは、こうした功績により、再生委員会の初期長のほか、孤児委員会、平和委員会、監獄委員会の委員に任命された。とりわけ、監獄を視察し、パリの監獄の助手の援助に貢献し、サンラザール監獄の託児社内に学校を設置した。また、この関係から、イギリスの監獄制度改善運動家、エリザベスフライの地記を得た。 文筆で生計を立てられるようになると、教訓物語などの児童文学を中心に、イギリス小説の翻訳も手掛けるようになり、マリア・エジワース、アナ、レティシア・バーボールド、リディア・マリア・チャイルドの作品を紹介するほか、フランスで初めて、チャールズ・ディケンズのピクウィック・クラブを翻訳、出版した。この時、高教育賞、ナルシス・アシルド・サルバンディ白尺は、 ニボワイエが前年から申請していた文学年金の支給を許可したが、1848年の6月放棄の後、彼女が女性クラブ主催であることを理由に差し止められた。一方、三モ門主義やフーリエ主義、特に前者の平和的体制への移行における女性の役割を重視し、平和協会の設立、フランス初の平和主義新聞、両世界の平和、平和協会、 商業協会、産業協会、科学協会、文学協会、芸術協会の響き合いの相関に尽力した。ニボワエはこの新聞で、再び主刑廃止や監獄制度改革の問題を論じ、また、労働者に、かつてないほどの犠牲を強いる、賃金奴隷制を、今世紀最大の不道徳として非難し、 貧困対策として唯一未来を切り開くことができるのは労働の組織化であると訴えた。ラブニール紙は1845年2月15日に廃刊となったが、この頃、ニボワイエは息子のポーランニボワイエ主催の悪魔の目などの文芸誌にも執筆し、小説エカチェリーナ2世と彼女の低粛な娘たちを表している。 ドーミエによる1848年の女性の風刺が1848年2月、普通選挙を求める運動が政府によって弾圧されると激高したパリの市民、労働者が放棄し、ルイ・フィリップを大意に追い込んで7月王政を倒し、共和政を宣言。臨時政府が成立した。臨時政府により、成人男性の賛成権、労働権、団結権などが認められたほか、言論、 出版の自由が保障されたため、あらゆる立場の新聞が次々と発行された。プロレタリアート主体のこの革命はまた、フェミニズム運動の引き金ともなった。1848年のフェミニストを1848年の女性たちと呼び、この運動を牽引したのが、1848年3月20日にニボワイエが創刊した女性の声であり、 より広い活動のために4月に結成された女性クラブ、女性の声協会である。ちなみに、1830年の7月革命を題材にしたドラクロワの民衆を導く自由の女神が政府により初めて公に展示されたのも1848年のことであり、以後、フランス共和国を象徴する女性像マリアンヌとして公共の場に設置されるようになったとされる。 ドう見えによる、ブルーストッキング女性の風刺から、何ですって、また私たちを風刺した ?1848 年の女性たちを代表するのは、ニボワイエのほか、彼女と同様に、三指紋主義、フーリエ主義に傾倒し、自由な女性髪の創刊者、編集委員であった、デジレゲート、ジャンヌ・ドロアンであり、いずれも、女性総合教育協会で活躍したオハリコであった。ドロアンは、 ルイナポレオンのクーデターの後、逮捕され、アルジェリアに追放された。この他、女性の声の主な編集委員、寄稿者に、オハリコのポーリーヌ・ヌロラン、オハリコ、サンバのシュザンヌ・ボワルカンの他、アルフォンス・エスキロスの妻で、分泌家のアデル・エスキロス、サンバのジェニー・デリクール、後にこの時の経験を活かして、最初の女性職業学校を設立することになる、エリザルモニエラがいる。 女性の声が見は早くも見本号を出すや、いなや、その成功は予想を超え、サロンは演壇に変わり、アパートは講義室に変貌し、協力者も読者も刻々と増え続けた。寄稿者も三モン主義者を中心に、女性工場労働者から、アナイスセガラ、ウジェニー・フォア、アマブル・タスチュラのブルジョア女性作家、クロード・ビニョン・クロード・ビニョンらの女性芸術家、さらには、 イギリスの奴隷解放運動家、アンナイドラの外国人、男性へと広がっていった。副題を社会主義の政治新聞、全女性のための機関紙とした女性の声紙の総関号の冒頭に、女性の声は女性に開かれた最初にして唯一の本格的な新聞である。この新聞では女性の道徳的、精神的、物質的利益について複雑なく語られる。 我々は、この目的のために全女性の賛同を求める。また、新聞の発行だけでなく、女性に実用的な知識を提供する、図書館を設立し、公開講座を行い、アソシアシオンを結成し、我々が一丸となって取り組むことで、国家と家族に寄与することになるのであると謳われている。この周囲に沿って、女性の声では、女性の市民権、賛成権、労働問題、 教育問題、離婚制度など女性に関するあらゆる問題が論じられた。例えば、賛成権については、デロアンが自由、平等、友愛が宣言されたのに、なぜ女性には果たすべき義務のみ与えて市民権を与えないのか。女性は税金を免除され、国法に従わなくてもよいとでも言うのかあなた方、男性市民の息子の母親が奴隷であってよいはずはないとして、もはや、 国民国家全体に関わる問題を男性のみにより構成される臨時政府に決めさせるわけにはいかないと論じている。女性の声には女性参政権のほか臨時政府への労働者代表の参加、失業女性のための国立作業所の設置などに関する多くの請願書が掲載された。特に失業対策としての国立作業所の設置については 社会主義者のルイブランが構想した労働者の権利に基づく社会作業場とは全く異なった発想の事前や施しとしての事前作業所が国立作業所として設置されただけであったがこれに対して女性の声は労働委員会における女性の労働組織担当代表の任命失業女性と女性労働者を募集する女性の登録リストの作成公開 女性の労働軽減のための国営食堂と洗濯場の設置の要求を含むリュクサンブール委員会宛ての請願書を掲載した。1848年4月に臨時政府のもとで初めての普通選挙が実施されることになった。この時女性の声はジョルジュ・サンドを男性的な大しさと女性的な霊感都市場を備えた人物として 本人の意向を確認することなく、候補に立てるという勇み足を踏んでしまった。サンドはこれに対して、ラレフォルム史上で、こんなふざけたことが私の自尊心を傷つけるだけで、あれば放っておくところだが、何も言わなければ、この新聞が主張する原則に、私が賛同していると思われる恐れがあるとし、何の関係もない女性クラブが、私の同意を得ることなく、 私を看板に立てるのは認めがたいと抗議した。サンドは女性参政権問題に無関心だったわけではなく、女性に対するサンシモン主義者やフーリエ主義者の働きかけには貴族主義的、エリート主義的な嫌いがあると考えていたのである。様々な階級の女性たちによって女性参政権運動のために担ぎ上げられるジャンヌドロワン。 女性の声紙は1848年6月に第46号を持って廃刊となった。フェミニズムの思想が生まれたのはフランス革命期であり、この時期に女性に対しても一部の権利が認められたが、当時のフェミニズムはコンドルセラ一部の思想家個人の思想に過ぎず、地理的にも首都パリに限られたものであった。これに対してニボアイエと、 1848年の女性たちは、プロレタリア女性とブルジョア女性の階級横断的な女性市民の連携、自由、平等、友愛の原則に立った女性市民の権利の実現を目指し、この目的で創関された女性の声は、実際、お張り子の、選択譜の、サンバの、売春婦の、芸術家の、画家の、文筆家の、ブルジョアの奥方のそれぞれの立場を互いに理解しようと、 する、話し合いの場となり得たのである。選挙で破れた払い瀬に邪魔なペティコートを脱ぎ捨てた、ジャンヌ・ドロワン短期間ながら、実りの多かった、このフェミニスト新聞の活動について、ニボワイエ自身はしかし、私の人生の最も苦しみに満ちた時期であったと、語っている。ニボワイエも、1848年の女性たちも、繰り返し風刺の的となった。己どう見えが、 風刺画を多数掲載していた、ルシャリバリの表紙画の題材となり、火山女たち、女性社会主義者と料理のソースにかけた、女性ソーシアリストなどの風刺劇も上演された。女性の声が髪の債務に加え、ニボアイエ自身が受けていた年金も6月放棄後に、差し止められた後、第二帝政政府、第三共和政政府に請願書を提出したが、回復することはできなかった。 女性の自由と権利のために共に戦った同志1848年の女性たちを歴史に刻んだニボワイエだがその代価は大きく1860年の手紙に12年間不平も言わずに苦難に耐えてきたがもう力尽きたと書いているなお女性の恋紙はニボワイエへの追悼として1917年にコレット・レノとルイーズ・ボダンによって再刊された 1863年、作家のダッシュハク夫人が表した女性の書で女性の理性に訴え、女性は結婚生活において、神の意志と男性の方に従うべきであると主張したことに対する反論として女性の真の書を執筆した。本書では彼女自身の長年にわたる女性解放運動の経験に基づいて様々な観点から女性について論じているが、作家、 エルネストル・グーベの男性は法を作り、女性は風俗を作るという言葉を引用し、男性は政治、法律、国防、公海、商業のリスク、外交。女性は道徳の正義、家族の宗教、義務の維持、才能による平等と性別役割分業を主張するなど、保守的な傾向や矛盾が認められ、もはやかつての戦闘的な姿勢はない。 1883年1月6日、パリで死去、去年86歳。ありがとうございます。